シャーマンとは男にあらず、女にあらず、人にあらず、言わんや神にあらず、またそのいずれでもある化身のもの。しかり、それでこそ神の寄りつける場となれる。クラキ、宗師としてのお前の最初の仕事を命じる。その家具土でわしの首をはね、この命を天に返せ。お父さん、何をバカなこと言ってるの。静かに、ヤスコ、これは神事なんだぞ。おじさんたちまでよしてよ。聞け、クラキ、ヤスコ。わしの父、つまりお前たちの祖父も、四十九の年にわしがこの場所で首をはねた。フズチ家の宗主になるというのはそういうことなのだ。嫌だ。嫌だ、できない。これは天命なのだ。わしは癌と診断されている。あと一年と持つまい。だがその一年のズレで、わしはただ人として死ぬことになる。嫌です。癌だって手術すれば治るかもしれないじゃないか。お父さんがそんなことの犠牲になる必要はない。こんな飲酒は俺がぶっ潰してやる。クラキ、お前がやらないとヤスコがやらねばならんのだぞ。ヤスコに一刀で首が落とせるか。宗主を苦しませるつもりか。これは慈悲なのだ。ただ人になれば、優れたシャーマンだった者ほどその身を持て余すことになる。それこそ地獄の苦しみだ。嫌だ。わしをただ人として死なせるつもりか。そんな、父さん。貸しなさい、クラちゃん。私がやります。それでいいでしょ、おじさんたち。ヤスコ、何を。だってお父さんの決心は変えられないもの、わかるでしょ。そんなことをすれば、クラキは宗主になる資格を失うんだぞ。いいじゃない、ならなくても。クラちゃんはそんなの本当はなりたくないのよ。私知ってるわ。ヤスコ。クラキ、どうしても嫌か。仕方ない、やれるか、ヤスコ。はい、私頑張るから。お父さんを苦しませたりしないから、安心して。頼む。お父さん。なんということだ、神事を汚すとは。外の者に見られたんだぞ、えらいことだ。殺せ。クラちゃん。起きてだろう。神事を汚した者は死をもって償う。一人たりとも生きてこの村から出さない。ご一同、宗主のご指示です。雷雲だ、雨がすべてを洗い流す。今夜中にケリをつけてしまえばいい。俺が行って始末する。クラちゃん、何言ってるか分かってるの。関係ない人を殺す気なの。俺はとっくに人殺しだよ。おじさん、クラちゃんを止めて。あの子普通じゃない。
ヤスコ、クラキは宗主となったのだ。一族の者もこの村の者も誰もクラキには逆らえん。そんな…お父さん、助けて。クラちゃんを助けて。降ってきちゃった。まあ、生きたらもう戻ったぜ。もうびちゃびちゃ。あ、あれ、あ、なんでいないわけ。あ、あ、これ、鹿。来たろー、鹿ちゃん。夢でも見ているのか。冗談のようにフズチさんの首が飛んだ。人が一人あんなに簡単に。倉木君、自分の父親をどうしよう。神事を怪我した。死をもって償うしかない。安心しろ、この真剣で切られれば念にはならん。俺があの絵へ送ってやる。本気だ、本気で殺す気だ。逃げれば苦しむだけだぜ。倉木君、自首しろ。何？お父さんを殺して苦しいのは君の方だ。苦しくてどうしていいかわからないんだろ。自首したって苦しさからは逃げられないと思うけど、少しは楽になるよ。バカが、自首しろだと。逃げろ。望み通り一寸刻みに殺してやる。またあの影が見える。行け！それともここで人思いに殺してほしいか。悪いよ、向こうは神様を味方にしてんだもんな。切り殺される前に心臓破裂で死ぬかも。追いかけがえのないやつだ。もう終わりか。すぐ楽にしてやる。倉木君、もうよせ。これ以上自分を追い詰めるな。こいつ、二度と俺に指図するな。できなくしてやる。クラキ、お
己の心の横島に勝てよ。父さん、なんでだよ。こんなひどいよ。こんなのないよ、父さん。生き返って、生き返ってくれよ。倉木くん、倉木くん、お父さんは分かってくれてるよ。君のせいじゃない。君は悪くない。君は悪くない。痛むのか？全然、もう血も止まってるし。本当にいい刀は鞘に入ってる。え？古い映画のセリフだよ。俺はギラギラした鞘なしの抜き身だ。親父は俺の鞘だった。親父が喜ぶなら何を我慢しても鞘に入ってるつもりだった。俺、親父の子じゃないんだ。え？お袋が家出してる間に作ったガキさ。父親は誰かわからない。奔放な性格のお袋は安子を産んだ後家出しちまったんだ。しかし親父は俺と実の子の安子と全く分け隔てしなかった。お袋は俺を産むかどうか迷ったって言ってたそうだ。バカな女だよ。下ろしてくれてりゃ俺は親父を殺さずに済んだのに。ん？倉木くん、あんたが泣くなよ。ごめん、君がかわいそうで。気持ち悪い。ごめん、泣いていいのは君だけだ。バカか、あんた。俺に殺されかけたんだぞ。そうだけど、それとこれとは別だ。あんたは親父と同じ人種だな。バカがつくお人よしだ。俺はお袋に似たんだ。計算高くて根性悪で。あんた見たんだろ、俺の後ろの影を。うん、あれは悪霊だ。念になりかけのな。奴らは俺が好きでたまらないのさ。俺は奴らを寄りつかせては遊んでいた。念でなければ御しやすい。そいつらの吐き出す悪意を聞くのが面白かったんだ。フズチ家の正当な巫女が聖のシャーマンとすれば、俺は負のシャーマンなのさ。負のシャーマン。親父には見抜かれていた。自分に勝てと言われた。そうだよ、悪霊なんかと慣れ合うのは良くないよ。あんた、俺のこと告発してもいいぜ。倉木君、親父の遺体は明日ダビに付される。村の者も皆口裏を合わせる。ここはそんな村だ。君はそれでいいのか。親父の悲願はな、盗まれた六本の神剣を取り戻し、この出雲の地の呪詛を解くこと。1700年分の念を消化させるには、それ以上に大量の木を呼ばねばならない。俺一人では到底無理だ。数人のシャーマンと、そしてシャーマンの力の増幅器である神剣が全て揃わなくては、家具土はこの50年たった一本で結界を持ちこたえてきたからな。力が弱まっている。とても勝負にはならん。結界自体いつまで持つか時間の問題だな。その結界って破れたらどうなるの？戦争だよ。戦争？念はこの地の呪詛に支配されてるからな。スサノオの破壊と戦いへの願望に操られる。これだけ大量の怨念が一度に放出されるんだ。国境を越えて人の心に入り込む。冗談じゃないよ。なんだってそう戦争がしたいんだ。古来出雲では良質の砂鉄をめぐって戦乱が絶えなかった。神話にあるヤマタノオロチとは、略奪にやってくる南方系アマ族を指す。これを退治したのが
一部族の首長だった佐野王だ。彼はこの時から全出雲族を支配下に置き勢力を拡大する。この出雲の砂鉄で作られる鉄剣に大和王朝が目をつけた。王朝は策略と関係を用いて出雲の王、佐野王を倒す。ところが彼は一種の超能力者だった。絶命する瞬間、持てる力の全てを吐き出す。出雲の地全域をその思念で覆い尽くすほどに。次こそは勝ってやる。全てを殺し、あらゆるものを滅ぼしてやるぞ。その怨念だけが残った佐野自身。その後1700年、こんなことになるなんて考えもしなかっただろう。気持ちはわかるけど、迷惑な話だよな。親父の遺言だからな。結界だけは俺が守る。もういい加減にしろ。そのナイフをしまうんだ。北野さん言ったじゃない、二人で劇団を大きくしようって。それをあんな。おい、まずいぞ。ここは禁域だ。それが何よ。どうした、クラキ君。結界が今破れた。念が溢れ出している。じゃあ戦争になっちゃうのか。まだだ。親父が死んだ日にそんなことさせるか。もう一度結界を張ってみる。ここにいろ、クラキ君。ここにあるってことは、クラキ君。来るなと言ったろう。ここ金域だよね。ああ。だって木とか祠とかは食っちまったんだろう。一気に吹き出した念が。ナナジ、見えるか。あそこに同化しきれずにのたうっている霊がいる。見ておいてやれ。すぐに消えるぞ。助けられないのか。無理だ。大地肉体はもう吸収されちまってる。そんな。覚えているか、役も立つで始まる佐野の歌を。役も立つ出雲八重垣妻込みに。あれは本当は喜びの歌なんかじゃない。八重垣作るその八重垣を。スサノオに代表される出雲族の呪詛が込められた歌なんだ。霊族を強いられた多くの民族の思念、その象徴があの歌なんだ。貴様たちが立ち雲と蔑む我々はいつか立つ。そのためにこの出雲で我々の意志を継ぐ子孫を作り続けよう。貴様たちを倒すその日まで、決して破れぬ八重の結界を張り巡らせるぞ。やつら急に自由になって戸惑ってる。だがいずれ大流出が始まる。クラキ君。おい、あんたに頼めるか。俺が念に疲れたら殺してくれ。言ったろ、俺は負のシャーマンだ。やつら俺を欲しがってる。入り込む形が欲しいんだ。俺の意志に関係なく、俺は奴らの寄り代になっちまう。できないよ、君を殺すなんて。寄り代が死ねば奴らも消化する。そんなの最後の手段じゃないか。だが、家具土一本では封印できるかどうか自信がない。俺の心臓を狙え。いいな。いやだ、俺そんなことを。ダメチ、できないよ。共鳴してる。近くに神剣が。じいちゃんの形見かな。七穂と神剣は同じ鍛冶師が同じ砂鉄で作った兄弟剣だ。何かのきっかけで互いに呼び合う。これは出
下からもう一つの鞘が。これは水地。クラキ君、来た。ナナジ、この家具土を握れ。何があっても絶対に離すな。クラキ君、大いなる気を。我に答えよ。我に寄り尽きてその力を貸せ。光が。男でも女でもない無性の顔。これが憑依か。カンゴンシンソンリコン。いよいよだ。剣はできたか？できている。お前のために鍛えた剣だ。素晴らしい。命をくれ、三勝彦。雨の村雲。それはヤマトに献上した剣の名ではないのか？あんな生倉、魂は入っていない。真の雨の村雲はこの剣だ。念を封印することもできよう。ではそちらの剣は？これか。雨の村雲との双子剣、草薙だ。同じ魂を二分して入れた。では封印の儀が失敗した時はその草薙と共に俺の魂を焼いてくれ。俺たち巫女の魂を焼けるのはお前たちカヌチ氏だけだ。お前の魂など焼きたくはない。必ず生きて帰れ。無論そのつもりだ。では行く。マラシ、心配するな。俺を信じろ、兄弟よ。クラキ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 。ナナチさん。あ、よかった。ナナチさん2日も眠ってたのよ。クラキ君は今ヘマさんたちと警察に行ってるの。警察？北野さんたちの失踪のことで。ああ、そうか。これは現実だ。北野さんたちはあの中にいる。消化するまで、永遠に。そうですか、まだ熱が。はい、ご迷惑おかけします。お母さん、竹ちゃんから。泊めてもらった家の息子さんから。竹をまだ寝込んでるんだって。先輩の失踪事件がショックだったのかしら。それだけの電話にしちゃ長かったじゃない。あの刀が由緒正しいものだったそうで、入手ルートを教えてほしいって聞かれたのよ。それで？無理なの。あの刀はおじいちゃんが出入りの当初から預かったものだから。じゃあ人のものじゃないの？でもその当初もおじいちゃんも空襲で亡くなってるの。生前おじいちゃん言ってたそうよ。あの刀は強すぎて心が乱されるって。なんか気味悪い。お父さんもあの刀がそばにあると震えが来るって言ってたし。私は見せてもらったことないけど。でもタケちゃん平気で持ってったんでしょあれ。
ナナチのやつ大丈夫かな。ヤスコがついていますから。君んとこのお父さんも急だったな。元気出せよ。ああ、そういや君、東京に来るんだって。ええ、15代目は継ぎましたが、まだ未熟なので、叔父の道場で修行します。頑張れよ。俺もナナチも力になるし。ありがとうございます。へえ、でもいい天気だな。あの嵐が嘘みて。まるで真夏の雲みたいね。